はい、今年も無事で1年過ごせますように。はい。こっちだ。おいしい、食べて。うん、ああ、おばあちゃん一生懸命作ったから。ありがとう。ほら、うまそうな。うまい。この心配弱いから。はい、今年の恵方巻きは家から見て、北東の方が今年の恵みの方位、うん、こっち向いて、うちでか、うちから見たら向こうの隅田屋の方。いや、いただきます。こっち東南東やない？北北東やないやん。そうやろ。ホクホク糖って、そっちじゃないことない。おばあと向いた方向が違う。はい。ほんでいつの、はい。見よう見よう。うん。あ、うまい。まあ、うやうや言うて食べるのもないわ。これお中華かね、わからん。手ずれん。恵方巻き、うん、日本では全国で257億4000万円の全体の投資があって、僕ら町の費用は257億4000万円ぐらいいるらしい。そのうちね、4% がね、うん、捨てられると 4% が、うん、でもその 4% をねどうするやという話が、うん、今日の現代の時点でなっちゅうが、うん、もったいないということが一つ、うんうん、それから個人の説明によると、うん、季節の移り変わり、春夏秋冬の中の、うん、あの 冬、うん、冬の終わりと春の始め、いわゆる今日が、うん、あの冬の最後、うん、明日から春になってくる、うん、そんで明日が春たけ立春、うん、明日が立春、うん、立春の前の日、今日よ、うん、今日は今年だったら2月の3日が立春、あの、うん、節分というの、うん、節分け、うん、明日から春、うん、ということで、はい、もともとは、うん、宮中皇室の行事の中に、うん、昔からあって、うん、中国の風習を、うんうん、真似して、うん、日本が、うん、始めたと、うん、伝説がある、ということ、うん、で芝居の中の狂言、クルーユーという狂言、うん、脳よね、能力の脳、うん、の一つに、うん、その節分という、うん、一つの、うん、踊りを一つの舞を、うん、やって、うん、この節分の夜に、うん、蓬莱、うん、蓬莱っていうね、うん、蓮が来る蓬莱の鬼が来てよね、うん、中国の言葉でね、蓬莱の鬼が来て、うん、
やろう。あの小さい歌、小歌、うんうん、小歌を歌いながら、うん、女の子にはね、うん、結婚をしてください、うん、言いよるわけやけど、うん、女の子はね、うん、その鬼の嫁さんになりそうないから、うん、見逃さをかぶって、うん、ね、見逃さをかぶって、うん、その隠れちゃって、うん、鬼が追っかけてくる、うん、って言ったら、うん、小づちを持ってよ、うん、ね、うん、小づちを持って、あの鬼は外を、うん、またに待ったろ、また黙ってちょっと、ま、ちょっと待ちりや、鬼は外、うん、服は内と言うて、うん、豆をまいたという、うん、これね、そういうことの、あの踊りの、うん、逆にそういうのがあるが、わかった、もう一つ、もう一度分かったじゃない、分かってないよ、まだんは、うん、もう一度感じろ、今度は、うん、もう一度今のは何でよ、おじえん、うん、